芝、辻一郎芝、辻一郎6月6日から1962年1月12日は、日本の内務官僚。観戦山梨県知事、川崎市長、沼津市長。千葉県安房郡北条町長塚で、旧達の藩士、芝辻勝の長男として生まれる。北条町神情高等小学校、千葉中学校、第一高等学校を経て、 1910年7月、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。同年9月、内務省に入省し、東京付属となる。1911年11月、文官高等試験行政科試験に合格。以後、神奈川県理事官、道県三浦郡長、道愛公郡長、福島県北会津郡長、道県立郡長、富山県事務官、学務部長、 愛媛県警察部長、宮崎県書記官、内務部長、三重県書記官、内務部長などを歴任。1931年12月、山梨県知事に就任。不況対策に取り組み、甲府市水道事業の拡張などに尽力した。1932年6月28日、知事を休職。1933年8月14日、遺願面本館となり退官した。 1935年9月14日、川崎市長に就任。戦時体制の強化政策を推進し、1939年9月13日任期満了で退任した。1943年1月16日、沼津市長に就任。1944年4月、寸東軍編、浜村、金岡村、大岡村、しずら村との合併を実現。 戦時下の増産体制の整備を行う。また、戦災からの復興に尽力。しかし、戦災対策の処理の停滞を理由に、沼津市会から辞職勧告を受け、1945年10月11日に市長を退任した。その後、公職追放となった。ありがとうございます。